対やんないやつやこれ、ちょっと大丈夫やれたらやろうとか言って。子供の頃よく見ていたアニメは何ですか、うん、あーよく見ていたって難しいよね。ほう、イニヤシャ、イニヤシャ、いいね。テレビでやってたって話で、そしたらさ結構さいろんなクールごとにいろんなものを見てきたからさ、うん、あいいんだよ、なんか子供の頃特にハマってたやつとかでもいいんじゃない。それで言うとビデオとかよく借りてたのは、うん、桜大戦ですね。あーはいはいはい、っていうのあるんすよ、桜大戦ね。桜大戦、そう、何それ何それちょっとニッチかもね。有名なやつとなんだろうな、有名なやつで考えるわ。何、子供の頃はね、スイちゃんね、うん、あのエンジェリックレイヤー見てた。あーエンジェリックレイヤーあれだ、あのなんかお人形で戦うやつだね。あそう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 、ね、あの三崎地あそう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 、ね、あれめっちゃ好き。あーちょっとしか見た記憶ないな。えマジ見て超おもろい。あそっか、クランプ先生か、うん、あれ。あそう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 、そうなんだよ。見よう。あれがめちゃくちゃ好きで。知らないか、箱太郎。聞いたことない。確かにちょっと、うん、ちょっとマイナーかも、クランプ先生の中でも、ね、クランプ先生だとやっぱ、うん、カードキャプターさくらとか。そう、さくらもめっちゃ好きだった。あ同じ作者。あそう、さくらとセーラームーンと、はいはいはい、うん、女の子だな。うん、好きっすよ。海外でも人気だもん、セーラームーンはね、うん、そうだよね。あしよきよあ、なんか、なんか急に小よりからエンジェリックレイヤー好きってラインが、うん小よりこよちゃん小よりこよりも好きか、嬉しいな。そうなまあ、人形好きとしてね、うん、まあ、将来の夢は、うん、アイドルになるか、はいはいはい、エンジェリックレイヤー作る人になるって言ってた。作る人わお人形好きなん。あ人形好きですね。あーローゼンメイデンとか。あローゼンメイデンめっちゃ好き。あーなるほどね、めっちゃ見てた、めっちゃ見てた。漫画も買ってた。あーなるほど。ローゼンメイデン知ってる。うんうん、あ知らない。知らないか。ピーチピット先生知らないか。うんうん、あちょっと難しいかもね。そっか、あんまりやっぱ海外でも有名。犬夜叉はさ何やってたのアニメが。あーいや、姉がいてて、はいはいはい、姉も犬夜叉めっちゃ好きだったんで、なんか DVD 全部か、なんかうん、かわいってなんて言うの。あーはいはいはい、うん、集める集め、うん、そうそうそう、うん、集めてて、うん、あれを見ましたあれを見ました。あれを見ました。シニア社誰が好き？セッション丸様。あ、リンとのこう絡みがね、はいはいはい、あるよね。セッション丸様ね。なんかさ最近さ続きやってたじゃん。やってたやってたやってた。なんかヤシャ姫？やってたやってた。ねえ、見た？あれなんか微妙な反応やな。あ。あやっぱ殺生丸様が子供を産んだのか、子供を産んだのがちょっと嫌だったのか。ね、あれさ、ね、誰との子供なの？リンでしょ。本当に当たり前じゃん。だってアニメのさめっちゃ序盤でさ、うん、リンがさ産んだのにさ即殺生丸連れてかれてさあーってなってさ、でちょっとジャケンがさちょっとかわいそうかさすがにみたいな感じのムードで、うん、あそうなんだ。しかもなんか焼け野原の森になんか捨てられるみたいな。えーなんか理由があったんだけどね。なんかあーそうなんだ、ね、なんかヤシメね、僕はね、うん、なんかこっち向いてる感じ。あそれはちょっと、あヤシャ姫嫌だった。あ、まあ子供がいるから。いやなんていうんすかね、あのうん、イニヤシャはそんあのすごく、うん、なんかクラシックなアニメだったんで、うん、なんか次が続くのが必要なくない。あ綺麗に終わったから。そうですよね、終わりで良かった。あ確かに確かにね、うん、なるほどね、うん、確かにね、まあ、一理あるな。スイちゃんもセッション丸様が好きなの？あスイちゃんはセッション丸様好きだけど、うん、でも好きだったのは、うん、あれ桔梗が好きだったかも。あー桔梗はかっこいいよね。そうやっぱかっこいい女が好きだから。いいよね。そう好きだったな。強いしね。あちっちゃい頃さ桔梗のことをずっと、うん、嫌いだった。でも確かにさ、うん、こうカゴメイの視点に立つとさ、うん、敵だからねすごく、うん、ライバルというか。そうよね、嫌だよね。だったし、お前も死んでんだから死ぬけどね。桔梗死んでんのにめちゃ出てくるよね。そうめちゃ出てきて犬足をたぶらかすじゃん、うん、いやもうこあなたはこの世の人じゃないから諦めてくださいねなるよね、カゴメ視点だとね。そうだね、もやらせられる。はいはいはい、ね、船長二六様が好きだったかもな。 あら風穴、風穴、風穴っつった風穴。だんだんさ後半になると風穴グワーみたいななんか無能になってくじゃん。あれがちょっと嫌だったな。毎回痛そうだよね。無能になってつらかった。なんかさ風穴とかさ、うん、昔はなんて言ってるか分かんなくて、はい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 、風穴だと思ってた。ああるあるだよね、なんかその何言ってるか聞き取れない、うん、あそう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 。風穴ってさ日本語だとさ風に穴でさ、あ風の穴ってことなんだけどさ、風穴って聞いても何か分かんないよね。あら
っていう。分かってた。あ、まあ字幕あったし。あ、字幕そうか。え、待って、海外風穴ってなんて、ウィンドーホール、ウィンドーホール、ウィンドーホール。あれっしょ、なんか英語の、声優さんたちね、まあこのその台本、うん、めっちゃ面白いっしょ、英語で。どんな、まあ技の名前はね、うん、めっちゃウケる。何風穴ってかっこいいって聞こえちゃうっしょね、うんうん、英語でさ、ウィンタノって言うんだ。ウィンドーハヌタノ、タヌ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 って何ですか。ウィンドタヌ、ウィンタヌ、ウィンタヌ、つまりあの手袋ってウィンタヌって言う。あ、かっこいい。え、女選手はさ、てっきりさ、うん、日本語の技名をさ叫ぶなと、ふたのきまみみたいな感じでさ、ふたのきまみ、あー一番受けるのはトンネルか。あ、トンネル、そう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 、ウィンドタンネル、ウィンドトンネル、そう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 、確かにちょっとそれ受けるな。一番受けるのはイニアシャの三言鉄槽、うん、え、なんて言うの。え、なになになに、アイアンレイブソウスティール。なんだって、なに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 、アイアンリーバーソウルスティーラー。え、かっこよくない？何が受けるの？かっこいいじゃん、かっこいい。かっこよくない？え、かっこいいよ。和訳したらどうなるんだろう。アイアンリーバー、リーバーはわからないですけど、アイアンは鉄。ああ、アイアンリーバー、アイアン、アイアンとリーブ、リーブ、リー、アイアンリーバー、いや、わかんない。あれ、2つの言葉はわかんない。ソウルスティーラー、魂奪う。うん、魂を奪う鉄の爪って、うん、かさ、かっこいいよ。いや、直訳すると、なんでダサ、なんで、何がダサいの。英語がダサい。え、なんで、かっこいいじゃん。やっぱさ、日本ってさ、英語にしたらイコールかっこいいにもうなっちゃうんだけど、でも海外だとダセ英語っていうものが存在するから、あ、多分日本語での漢字は、うん、そのまま鉄何々魂奪うみたいな感じになっちゃうので、そういう意味だよね。あ、なるほど。なるほどね。鉄の棒で魂奪うみたいな。あ、そういう、そういう感じ。はいはい、そういうことになるんだ。直訳しちゃったってことね。なんかさ、あのさ、なんだっけ、ルローニケンシンでさ、うん、天かける竜のきらめきって技がなんかあって、はい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 、それがあの海外のさ吹き替え版でもさ、技名ちゃんと言うのそのまま、天かける、それがもう本当に多分言いづらくて、めっちゃカミカミなの。天かけるざまのカミカミ、天まめいたみたいな、天かまめる竜のひらめきなんて言いづらいだろうね。そ う, そうだよね。まあ、全部ローマ字でね、うん、名前もね、そのままなんで発音が受けました、うんうんうん、あー、なるほどね。発音が、いや、そっか、おもろいね、そう思うと、うん、もうそれで言うとやっぱ二重の極みが一番有名よな、ね、うん、知ってる二重の極み、うん、知らない。あ、知らない。ルローニケンシンは知ってる。ルローニケンシン、あー、知ってる知ってる。ルローニケンシンのあの海外の吹き替え版があって、はい、でなんかイニアシャとかはさ、はい、なんかステールなんとかみたいな感じでさ英語になってるじゃん、はい、技の名前が、はいはいはい、でもルローニケンシンは技の名前が日本語のまま、そのまま、なんか、かわいそう。オーバーウォッチやったことある？オーバーウォッチ、あー、聞いたことある言いますけど、オーバーウォッチのなんか日本人のキャラクターとかも、はい、声海外にしても技名を、うん、その海外の人が日本語で言うから、なんか、はいはい、竜神の剣を喰らえとかあるんだけど、なんか喰らえ、喰らえ、かわいそう。竜神の剣喰らえ、面白いんだよね。あらららら、英語版も声優日本人、えじゃあなんで竜神の剣あえてか、なんであえて伝わりやすいように、もしかあれかな、リスペクトなんかな、あれなんかな、友人の剣を喰らえ、ルロイ剣心みたいな、不在の極みやなあ。授業中スイちゃん真面目にさ、うん、勉強してた、うん、え、何してたの。絵描いてた。いや、同じなんだって。いや、絶対そうだよね。よくま漫画描いてたもん。描いてた。わ、船長が高校生の時に描いた、よくちょっと見せたい。出たよ今。ごめんね、私がさ、うん、はい、ちょっとごめんごめん。はいはい、どうぞどうぞ。あるはず。
そんな昔のあんの、ほらこんなに書いてある、すごいこれ、わわわ、よくそんなんさ、こんな分厚ってんね、え、すごい、ちゃんと読まないでね、チラ見ね、チラ見、ちゃんと読むよ、読まないで、読まないで、え、ちょ、それね、なんかね、かわいい、もう分かる、この時代に何ハマってたか、ラキスタあ、でもハマってた、ラキスタ、ラキスタでした、どうせ、でもね、世代的にはね、軽音の世代だから、ラキスタはもう、ね、終わってた、そうか、でも確かに、かわいい、どっちかというと軽音だね、この時影響を受けてたのはね、おわ、めっちゃキャラいるよ、これは、ね、あのね、船長が高校の頃好きだった女と二人で分担して、うん、はいはい、おー、十何人かずつ作って、一クラス分全キャラ作って、え、すげーな、え、ちょっと文字綺麗、あ、ほんと、わー、そう、ちょっと読まなくていい、読まなくていい、読まなくていいから、読まなくていい、お前が何してきたんだろう、こんなに、ほら、こんなに書いてたの、こんなに、めっちゃ書いてる、めちゃくちゃ、これ授業中にね、書いてたの、なんか読み上げさせろ、やだなんだ、なんで黒歴史を出せよ、マリンはあれだね、あの、はい、キャラクター作るのが好きだった、あ、そう、キャラクターを作るのが好き でせっかく作ったから、活躍の場を与えたいから、しょうがなく漫画を描いてただけで、めっちゃわかる、キャラを作りたいだけなんだよね、あ、めっちゃわかる、それでもしょうがなく話まで考えるっていう、うん、はいはい、でもキャラを描きたいだけだから、だいたい話がまとまらなくて終わんないのよ、あるあるだね、そうそうそう、っていうね、はいはいはい、すごい大量に書いてましたと、じゃあ漫画作ろうか、うちらで、お、いいね、ちょっと作るか、合同し、俺たちの考えた最強の漫画、めちゃいいな、ちょっと待って、え、本当に大丈夫っすか、絶対無理や、か、いや、絵は描かなくていいよ、ああ、うん、そうそうそう、考えるだけ、そう、原案、よし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 、スイちゃんとマリンでピーチピットになるぞ、今3人いるから、ピーチピット先生って2人、うん、2人じゃない、そうだよね、クランプが5人、5人とかだった気がする、まあじゃあ、メンタル応援しますよ、メンタル応援か、メンタル書きながらなんかそうだ、ね、いやいや頑張って、話考える、うん、そう、あ、話考えるさ、ストーリークランピットね、じゃあ、クランピットバクリじゃねえ、クランピット、ね、クランピットで4、3人で、いや、いいな、漫画とか、ね、でも船長、まあ、1回でいいから、うん、なんか漫画とかを頑張って書き切ってアニメ化されてみたい、うん、あー、いいじゃん、それだから宝生マリン、原画作が宝生マリンで、ちょっとみんな、あれ一緒にマリン一人のプロジェクトになっちゃったマリン一人のプロジェクト、はい、決まり、一人じゃ無理、じゃあ主題歌歌うわ、主題歌、お、熱いな、それは、箱太郎何してくれるの、応援します、応援じゃあ英語版を、あ、あ、いいね、いいね、翻訳します、いいね、やべ、まあでもなんか船長もともと子供の頃漫画家になりたかったからね、なんか一回はこの人生で一回は漫画描いてみたいな、おー、いっちゃん好きな漫画は、いっちゃんハンターハンターかな、さすがに、あー、なるほどね、何回読んでもおもろい、ハンターハンターね、ハンターハンターかなー、好きな漫画は、好きな漫画、うん、いやあんまり漫画読んでないっすよね、あ、そうなんだ、うん、漫画派じゃないんだね、そう、なんか一回読んだらさ、終わりまで読まなきゃいけないタイプなんで、なんてストーリーに詳しすぎて、うんうんうん、そう、うんうん、あれね、めっちゃね、勉強した時ね、うん、危ないなって思っちゃったから、あ、うんうん、あんまり読まなかったんすよね、あー、なるほどね、スイちゃんは、スイちゃん、いっちゃんもろいと思ったの、うん、いっちゃん好きな漫画、なんだろう、何回も読み返してるみたいな、何回も読み返してんの、うんうん、でもローゼンメインでも読み返してるし、あー、ローゼンメイン、ローゼンメインで続きも読んだ、あ、続きは、うん、大正時代のやつは読んでない、あー、じゃあその前の、その前のメグのやつは、あー、読んだ、ね、全部読んだ、うんうん、でもやっぱあれかな、パンドラハーツかな、おー、パンドラハーツ、こいつの名前っしょね、パンドラハーツ好きやったな、わかんねえ、パンドラハーツ、なんか望月純さんって人が書いてるんだけど、なんかね、もうね、中二病心に刺さるのよ、うん、パンドラハーツ、パンドラハーツかー、アニメ見てた、見てた気がする、見てた、でも覚えてない、でもめっちゃおもろかったし、なんかそのなんだろう、その終わり方、うんうん、っていうのも面白かったし、うんうんうん、こうびっくりさせられるのが好きなの、はい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 、そう、こうだと思ってたのに、え、
こっちの人かよみたいな、あそう、うん、敵はこっちだったのかみたいなってなるのがめっちゃおもろくて、ははははあそんな騙される系なんだ、そう騙される系だったの、めっちゃ良かった。アニメ版は梶浦さんがね、うん、あの曲やってるんで、おぜひとも見てほしいですね。なるほどね、スイちゃん結構ね、はい、なかなかマニアックだよね。アニメもエンジェリックレイヤーとか、ね、確かにそうだね、マニアックだよね、なんか、うん、メジャーなとこに行ってないというか、メジャーとこで言うとでもさくらちゃんだよ。あーカズキャプターさくら、うん、さくらちゃん、ね、漫画持ってなかったけどね、さくらちゃん、 あとハガレン、うん、ハガレン、おハガレン、ハガレン一番好きな、あ一番、あ一番好き、ほんと、イニアシャはいや、まあイニアシャは子供の時からずっと見てたから、うん、まあ、そういうなんかね懐かし感があるアニメ、ね、これ一番好きだなー、まあっていう感じなんだけど、ハガレンは好きだな、わかる、ハガレンめっちゃおもろいよ、見て、面白かったっすよ、見てない、めっちゃめっちゃめっちゃめちゃいいっすよ、本当にみんなハマってるからなんか逆にいいかってなって、なんでだ、あもうもうそれも今みんなハマってない、もう今みんな終わったからハマってない、その感じも分かってます、ね、でもなんかそれで言うとナルトとかもさ、うん、みんなが熱狂してたから、うん、いや読んだ方がいいんだろうなと思って大人になってからさ、うん、読み始めたんだけど、うん、もう結構4巻あたりでリタイアしちゃって、あそうなんだ、そう、まあ、意外とハマれなくて、それなんで遅いっすよ、リタイアしたの、えなんかなんていうのかな、続きが気にならなかったの、あえどうなんだろうって進まなくて、そうなんだみたいな、あらららなるほどね、あそれは確かにそう、うん、え続きが気になると思うけどな、ハガレンは、うん、あーなるほどね、うん、でなんか漫画じゃなくてアニメでもいいかも、あそうなんだ、フルメタルアルケミストの方見てほしい、そう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 、え新しい方、あそうそうそう、あーなんか声優さんが変わった方、変わっ、あ変わったんだっけ、そう確か変わった、確か変わった、あそっか、あれでしょ、マスタングとかが、あー変わったんすか、変わってて、分からなかった、そうなんかその一個前のやつは、うん、アニオリが結構多くて、 あの時代のアニメってアニオリがめっちゃ多かった、そうだよね、そうだけど今って原作準拠のやつが多くて、うんねね、で原作に絵柄も近づけて話ももうそのまんまのやつが、うん、フルメタルアルケミスト、はあ、そうそうそう、なるほど、確かに昔ってなんかさ追いついちゃうからさ、あそうそうそう、アニメ自体もさめっちゃ何クールもあってさ、そう50何話みたいな、ね、感じだったよね、なんかさくらちゃんもめっちゃアニオリあったしね、めっちゃアニオリあったね、ハンターハンターも、うん、でドラゴンボールなんてもうほぼ9割追いついてたからさもう15分前半15分全部振り返りみたいな、うん、はいはい、そんなんあるんだ、えだからなんかドラゴンボールアニメで見てた時本当にハマれなかったの、それはドラゴンボールこんなに人気なのにアニメ人気だから見てるけど、うん、何がおもろいのか分かんないなって思ったの、漫画で読んだら即ハマったわ、でも多分当時その週刊連載でリアルタイムで漫画も読みながら、うん、アニメも見てた層にとってはすっごい熱かったと思う、あなるほどね、うん、もうブリーチなんかもう追いつきそうになったらアニオリ挟んでたわ、うん、あのえあブリーチかー、クインシーのさ、はいはい、石田ウリュウがさなんかさらわれるみたいなさ、うん、あれはアニオリ、石田ウリュウってさらわれるっけ、えさらわれた、え嘘覚えてない、えなんか船長の記憶ではちょっと待って、それ二次創作じゃない嘘嘘、船長の脳内ではめっちゃ石田ウリュウプリーズ、それ一ウリュウとか読んでたんじゃない、え嘘でしょ、これなんかお姫様の印象があってお姫そうクインシーというこの気高いね、気高いこの血族こう、はいはいはい、なんか狙われていてやっぱ気高いんだよな石田ウリュウはって思ってたんだけど、なんか何何さらわれてたっけ二次創作え、みんなあバウンド編、えバウンド編ってさらわれてた、うん、覚えてない、覚えてないよ、バウンド編さらわれてた、えなんかヒロインな感じだったんだ石田ウリュウが、へえ、夢、これ夢それ夢かも、同人誌かも、うん、その頃ね好きだったの石田ウリュウが、でもバウンド編か、そうだ、じゃあそれはアニオリ、あやっぱそうだ、あったよね、そうだよね、そうなんか、うん、なんかねアニオリ挟む時に結構唐突なの、うん、そうなんか例えば、うん、あの敵と戦ってて、うんうんうん、さあになってる時に終わるやん、うんうん、でしたらなんか次回からはバウンド編みたいな感じで急にぶった切ってあえじゃあそこまでの流れを一回切っちゃって、あそう切っちゃって、それはそれとして今こうなったら怒り始めましたみたいな感じで、あそうそれはそれとしてっていうかもうなんか、うんうん、いつの話みたいな時間軸を、あ急に時間軸ずらして、そう急にやり始める、はい、るそうそうそう、へでアニオリ終わってからこのさーっつってところにま
また戻ってからやるんだ。そう戻ってくるんだよ。なるほどね。いいっすね。わあ、そんな感じだった。でもなんか人気があるほどあんまり見たくない感じも分かってます、うんうん、ね。そうだよね。なんか確か君の名は、うん、君の名はまあ初めて、うん、あのめっちゃ流行った時は全然見たくなかったな、うんうん、あでも分かる、その逆張り精神ね、うんはいはいはい、確か去年、うん、初めて君の名は見た気がする。あどうだった、改めて見てみて。まあいい映画はいい映画だったんだけど、本当にでもね、そんなに流行ったかなってもう感じする。あなるほどね、はい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 、あれは実際何だったんだろうね。何がその流行、なんで、そうそうそう、なんで流行ったのか、まあ、音楽と、あ確かに確かに、あの映像かわい、うん、あいやすごい綺麗、あ確かに、なんかちょっとさ、そのさアニメ映画のさ、うん、がさなんかそのままミュージックビデオみたいになってる路線っていうのがさ、 あれが最初だったんじゃない。あ新しかったの、今で言う歌みたいな。あはいはいはい、ちょっと映像と音楽の、うん、こうアニメ映像と音楽のこう、うん、こう合成そうそう、その、うん、なんかハーモニーみたいなのがいいとされ始めたのが、うん、そこが最初だったのかなと、うん、なるほどね、思っていると、うん、はいはいはい、うんうん、でもなんかね君の名は、うん、なんか私も人気のやつは、うん、はいはいっつって見に行かないタイプなんだけど、さすがに流行りすぎてて、さすがに見に行った。わかるわかる、なんかあんな流行ってるとなんか見ないとやばいかってなるよね。なんかね、うん、どっちかというとお前たちがそんなにハマるってことは本当にめちゃめちゃおもろいんだろうなみたいな感じで、そうまんまと釣られてるね。そうまんまと釣られていったえでもそれで言うと船長ね、うん、もう死ぬほど流行ってた、うん、あの無限列車編見に行ってません。あーはいはいはい、見に行ってません。あー同じ、あー行ってませんよ。見に行きました。見に行っちゃった。見に行きました。はい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 、やっぱどこかうちら逆張りがあるね。ねー、でもね、あれで見たよ、あのテレビアニメ編で見た、うん、いや船長テレビアニメ見てません。見た、もう見た、あれもう、うん、もうさすがに言っていいのか。え、あ内容、そう、え待って、あアニメでももうやってるんだもんね。もうやった、ね、もうやった、さすがに。何ネタバレをしていいのかっていう。え、何のネタバレ、鬼滅刃無限、無限列車編の、あまあ無限ならいい、さすがにもういい。なんか漫画は読んだの先生、うんうんうん、なんかその結構流行った後に読んでて、うん、その時にえなんかすっごい話題になってた、はいはい、無限列車編って、うん、もうものすごい超大作だと思ったの、映画にもなってるし、うんうん、すごい煉獄さん煉獄さんって言われてるからめっちゃ活躍すると思ってたから、うん、もうハードルが自分の中であめっちゃ上がってたの、うん、だからなんか読んでみたら、うん、スッて終わって、あれ煉獄さん怖くみたいな、案外すぐ死んじゃうんだよね。でもう一バトルやってさ、もう一活躍すると思ってたわけねえ、そんなもんかみたいな、もうハードルねえ、みんなが上げたんだよ、みんなが上げたんだよ、うん、でも煉獄さんは負けなかった、うん